シムソンズは2002年のソルトレークシティオリンピックに出場した女子カーリングチーム。北海道ところ群ところ町出身の加藤明子、林弓恵、小野寺歩、堀美香の4名から編成された。加藤は9歳からのカーリング経験を持ち、中学時代の同級生の林、小野寺とチームを組む。その後、高校時代に堀が参加する。ソルトレークシティオリンピック後、 2007年の世界女子カーリング選手権の開催に向けて強化を図る青森市の申し出に応じ、小野寺、林が拠点を青森に移したため、チームは解散した。その後、小野寺と林はチーム青森に参加し日本代表チームとして2006年、トリノオリンピックに出場し、さらに北海道銀行フォルティウスで、 日本代表として2014年ソチオリンピックにも出場している。2006年公開の日本映画シムソンズはこのチームについての実話をもとにした青春映画である。加藤、林、小野寺がところ中学時代に新前世を結成した。その名前の由来はアメリカのテレビアニメシンプソンズの綴りを誤ってしまったことからという。ありがとうございます。